冥界、冥王ハーデスが支配する死の世界、光なき嘆きの世界へ降り立った少年たちの戦いは激しさを増し、運命にすら翻弄されようとしていた。中学時代振られ続けた桜木花道の前にようやく救世主が現れた。彼女の名前は赤木春人。ダイは伝説の勇者アバンに弟子入りし修行を受ける。だがアバンは蘇った魔軍司令ハドラーに倒されてしまった。ヒトラーアイは規則を破ったオサムを厳しく追求する。その時突如ゲートが開き、イルガーが現れた。時は世紀末、世界は最終戦争の豪華に包まれた。はい、すでに第四艦隊は敗北したと秘書官は予測します。我らと同類の人間だ。忍び、その存在すら気づかれずに。お主も妖怪か。人間も妖怪も関係ない。引っ込んでおれ。たか鎖使いの小僧め、毒眼中に刺されたその体にあの時のお礼たっぷりとさせてもらうぜ。私の名は怪獣博士、怪獣の研究に一生を捧げるナウイ男である。ハオ様、かなり動揺しておられるご様子。そんなもんない。お父さんだって空さえ飛びやら遅刻しなくて済むんだ。遊んでる場合か。グランショッカーは強敵だぞ。ツーペアポカド、ギャンブルするな。誰もが死んだと思った。だが俺は地獄の淵から這い上がってきた男塾を倒すためにだ。我こそは悪魔6騎士のナンバー2、宇宙地獄を預かるプラネットマン。この生意気もん、最終回のストーリーはわしがちゃんと決めてやるんだ。聞いてあっと驚くな。実はな、誰も知らないうちにこっそり終わってやろうと思ってな。正体がバレたところでどうってことないんだな。やれるもんならやってみろ。アテナは聖夜を新たなるセイントと認めた。ここにセイントの証であるクロスを授ける。お前こそ自分の立場を明確にしていない。これは遊びではないのだ。我々はあなた方のお見舞いに来たのですよ。巡視隊員135名、負傷者24名。一騎、お前一人だけ地獄から帰ってきたような面をしてるが、俺たちセイントは全員この世の地獄を見てきたんだ。ロロノアゾロ、久しぶりでござる。お主が切ったこの傷、よもや忘れたとは言わさん。まだわからんようだな、筋肉マン。勝負はもう終わったんだ。ちょうどいい。お前たちにもう一度言っておく。俺は西尾監督が復帰するまでの代理監督だが、お前たちとチャラチャラ仲良くやる気はない。俺にはな、夢があるんだ、ケンシロウ。この世には病に悩む人間が何千万と。俺は北斗神拳を医学の一つとして生かしていきたいのだ。 PMC の連中も一斉におかしくなったみたいだった、うん、ADS の類かとも思ったけど、電磁場の乱れも計測できない。危なかったよ。それはなんだ、また自白剤か。もっと強力な自白剤だ。あ、やめろ。僕をここに置いてくれ。僕を守ってくれ。僕の名はキルバーン。口の悪い友達は死神なんて呼ぶけどね。お前の骨一つとお前のようなもん、悪な魂に向かってやる。モードライブの闇に永遠に沈め。おざき、てめえは怖っ。お前の波紋。おお、ユートニウム博士、ちょうどよかった。手を貸してくれ。とんでもないことが起こってる。気にすることないよ。あんなのふざけて言ってるだけだから。下手に弁解したらかえって怪しまれる。ホワイトベースこそ実戦を繰り返してきた艦だからな。よし、点検かかれ。千四郎、なぜ負けを装った。何だから。だがそのお前の優しさはいずれ災いとなってお前に降りかかるだろう。そうそう、上手になったね。本当？
うん、ほんと。あと野菜だけど、焼き野菜がいいよね。かぼちゃいる？どうしますか、大君。私の修行を受けてみますか？魔王を倒すために。もちろん、修行はむちゃくちゃハードですが。あの山を越えれば、チェコの国境です。そこを越えて林道に出たら、車を拾えるかもしれない。私はここらで駅に引き返します。そこで彼女は妙案を思いついたんだな。二人で一週間だけ家を借り、老夫婦に変装し、そのグルニエの窓からお前の生活を盗み見ようとな。私は翼の前に立つ資格のない人間なんです。3年前、私は翼との約束を破り、一人でブラジルへ帰ってしまった。それは翼を教えていく自信がなかったからなんです。驚くには値しない。無期生命体になれば、姿形や成長の促進など思うがままだ。俺もその名を聞いて、貴族でありながら決して人間には牙を向けぬ男だ。だがそうではなかった。それまでは我々が君たちの世界の盾となろう。次に会う時が楽しみだ。ちょっと待った。筋肉マンは超人オリンピックには出場できないぜ。何？オリンピック運営委員会で今度の大会は日本抜きでやることに決まったそうだ。アンディ・サマーのことは忘れるんだ。え？君が向かっている相手は君が想像しているよりもはるかに大きな組織だ。我が名はレイヤーズ。長い時を超え、この炎の神殿でマジックナイトが来るのを待ち続ける伝説のマシン。無駄だ。たとえ帝都の兵を総動員しても、ケンシロウを止めることはできぬ。ミュウ、まだ天帝が囚われている場所はわからぬか？よく見ておけ、わしに牙を向けた愚か者の最後な。そしてこやつの死を無駄にせんためにも、二度と同じ過ちを繰り返さぬことだ。体調覚が挽回してもこの程度、極めて残念です。確かにあなたは一番のハズレのようだ。赤城の実力はおそらく全国でもトップレベルのはずだが、俺たちが不甲斐ないばっかりに県大会一回戦負け。小暮さん、すまん赤城。うまいものを食べた時の喜びや感動は決して奪い合うものではない。分け合い、共感するものなのだ。誰かが言ってたっけ、魂は超薄切りにして売れと。だが俺の魂は高いぞ。ボロは着ててもオタクらのみたいに安っぽかない。試験には我ら9人の守護生と女王補佐官のディアが陛下の代理として使わされる。俺より日本妖怪との戦争を開始する。妖怪大戦争だ。なんと言えばいいのか、俺はウルトラマンを見た記憶がないんだ。海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもとの価値観は違う。やらせてくれ。あの日、偽りの教皇の言うままに兄を裏切り者と憎んだ俺自身に、今こそ決着をつけねばならぬのだ。ありがとう、友よ。それに似ている。本物のヘビーウェイトをお見舞いされると、その感覚が全身に広がるんだ。そんな技ではこの嘆きの太陽を止めることはおるか、傷つけることすらできんよ。そら、久しぶりにみんなに会えて嬉しいよ。お勉強好きばかりの相手で少々退屈していたところだ。オサムのトリオン隊は限界が近い。トリオンを失いすぎだ。助けに行った方がいいな。それを決めるのはユーマだ。
何、大したことあらへん。所長の分際でこのありさまや。少しでも早う現場復帰せんと。